こんにちは、ガンちゃんです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、新外国人調査レポート2024ということで、もしかしたら阪神の新外国人候補になるかもしれません。ハービー・ゲラ投手について話していこうと思います。阪神の外国人投手はビーズリーのみが残留で、ブルバーとカエル・ケラー投手の対談が決定的です。そこでショートとしてプロのキャリアをスタートしまして、投手に転向しました。異色の経歴の持ち主が10月9日にタンパベイレーズから FA になりました。まあそういったわけで今回は阪神の新外国人候補で、 でありますハービーゲラ投手について注目してみました動画を最後まで見てもらいましたらハービーゲラ投手の経歴や特徴について知っていただけると思いますこのチャンネルではファン目線スコアラー目線の切り口で様々な角度で野球の話をしています新外国人調査レポートシリーズでは各チーム来季県向けて補強する外国人選手をね数多く紹介するシリーズになっていますのでチャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします 結論から言いますと、ハービー・ゲラ投手は、ストレートだけでは少ししんどいかなと思うのですが、持ち球の変化球が冴え渡りましたら、相当活躍するんじゃないかなというふうに思います。それでは早速、ハービー・ゲラ投手の経歴から見ていきましょう。 ハービー・ゲラー投手1995年9月25日生まれ28歳身長は1 8 3センチで体重は8 4キロ。右投げ左打ちパナマ出身で2012年7月にアマチュアフリーエージェントでボストン・レッドソックスと契約しプロ入りします2015年にはサンティアゴ・パドレスに移籍しまして入団してから2018年まではマイナーリーグでショートとしてプレーしていました2018年はトリプル a で122試合に出場し打率2割2分3厘本塁打13打点55を記録するのです ですが三振が166個と大変多くミート力が上がらずに苦戦します2018年5月4日のロサンゼルスドジャースとの試合でメジャー昇格するのですがその年のメジャー成績は13試合に出場し打率1割2分5厘と打つ方では活躍することができませんでした2019年春のキャンプで投手に転向しましたハービー・ゲラ投手はその年の9月2日アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャー初登板を果たしますしかしその後に故障者リストに入るなどなかなか思うような成績が残せず 連続外であります DFA となりまして2022年にはタンパベイレーズその後トレードでミルウォーキーブロワーズに移籍しそして再度レーズに復帰しますそして10月9日には FA となっていましたハービー・ゲラ当初の特徴といたしましてはまず一点目に160キロに迫るストレートとツーシーム、スライダー、スイーパー高速進化などを投げ分けます3月の WBC ではパナマ代表で2試合に登板し1次リーグのイタリア戦では2対0の9回にマウンドに上がり1回を無失点に抑えセーブを記録チーームは1次リーグで 敗退しししししてて終わりまままたたが1回と3分ののののををを投げまして無失点の高騰を見せその実力を世界の舞台で発揮しました、まあ、このような特徴のある投手なんですけれども、ハーピー・ゲラ投手は獲得リストに入れてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、その理由といたしましては、まず1点目に、スライダーもあるのですが、どちらかというと、カット気味の球で、横に流れる系のスライダーはあまりありません。その代わりになる変化球がスイーパーになります。このスイーパーがゲラ投手の最大の武器になるでしょう。まあ、横に大きく曲がる変化球は国内で投げる ほとんどいないためバッターからするとちょっと打つのは難しいんじゃないのかなというふうに思いますバッターを追い込んでしまえばこのスイーパーに加えまして高速の進化もありますから短いイニングのショートリリーフとしてはかなり活躍が期待できるのではないかと思いますまあ、モーションもそこまで大きくありませんので投類もある程度良くしてはできるのかなと思いますが牽制やフィールディングに関しましては実際に見てみないとわからない部分は多々ありますしかし確かにいいピッチャーだとは思うんですけれどもどうしても野手出身ということで手投げになりがちな投球

さて今日は新外国人調査レポート2024ということで阪神の新外国人候補になるかもしれませんハービー・ゲラ投手について話してきたわけなんですがもう一度ハービー・ゲラ投手の特徴を振り返りますとまず1点目に160キロに迫りますストレートにツーシームスライダースイーパー高速進化などを投げ分けます3月の WBC ではパナマ代表で2試合に登板し一次リーグのイタリア戦では2対0の9回のマウンドに上がり1回を無失点に抑えセーブを記録チームは一次リーグで敗退してしまいましたが1回と 3分の2を無失点の好投を見せましてその実力を世界の舞台で発揮しました、まあ、以上のような野手から転向したピッチャーではあるのですが連覇を狙う阪神にとりましては持ち球でありますスイーパーの変化球がですね日本でさえ渡れば活躍が大変期待できるピッチャーだと思いますねさてこの「新外国人調査レポート2024」では各チーム来季に向けて補強する外国人選手を紹介していくシリーズとなります次回も新しい新外国人選手の情報が出ましたら選手を動画で紹介していきたいと思いますのでお楽しみにそれでは最後までご視聴 いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。